はい。今日の夜中に私は脱走しましたち。ほら。脱走したな。脱走。どこ行っちゃったんかい。え？脱走したろ。もう年末にまた出て行ってからと思ったけど、玄関開けたら目の前におっちゃったなあ。でなんか俺を見た瞬間、何この人みたいな顔するな。なんでかい。え、見た瞬間何この人みたいな顔してから、え、認識しきらんのかな。大一に声をかけたら、にゃんちゅうてから答えてきたな。いつもそうやな、ね。顔を見ただけじゃ認識せんのやね。面白いよな。猫は声かなんかで認識するやんか、その人。ねえ、何この人みたいな顔しようもいつも、はぁって顔でから。もう、あれやね、外に出しても、帰ってくるな。どうしたものかの、これ、今から。まあ、外に出すとね、一番気をつけんとあるのは車やね。前が道路やし、横も道路やけん。まあ、大きな道路はないけんね。まあまあ、いいのはいいけど、まあ、猫は飛び出すけんな。危ない。大きい道路のところはもうやっぱちょっと危ないな、外を出すのは猫は。よく視界調子ね、ほんと実際。まあ小さいところでもね、もうその時の運やな。はいはい、内緒の内緒の。はい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 。何これ、この態度。この態度は何じゃ、この態度は。さあ。家の中で飼うか外に出すかっていうのはね、みんな迷うやろな。まあマンションとかなんとかはね、外ではもう外には出されんけど、普通の家はね、外にも出られるような状況になるから、そこで家の中で飼うか外に出すかっていうのは結構みんな悩むんじゃないかな。まあ外に出すといろんなリスクはあるね、当然。喧嘩はするし、ね、病気にもなるし、交通事故にも遭うし、その他いろいろあるやろうけども、まあこれを抑えて家の中だけにさせるというのもね、なかなか難しいところがある。みんなどげしょのかな。はいよはいよ、ゴロゴロにゃんがやな、あんた。ゴロゴロよね、ゴロゴロ。なんか外行った後はなんか、だいたいなんかこんな風になるな。外に出ると、家の良さがわかるんかな。人間と一緒やな。あ、そうなんかい。わかるんな。あ、ほんとかい。あんたも分かったんだ。外より心がいいち。そうは言ってもまた出てんやろ。しょうがねえやな、もう。こんなもんや。ゴロ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 。ここに来て何ヶ月かな、あんた。どうよ、この生活を続けるか。え、ゴロ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 ち。もしかしたらもらえてもらうよの、公共になると。もらえてもらんなるし、もう猫を飼うつもりはないんやけど、猫を飼っちょんちゅう感じやねえよな、もう。とりあえず一緒におっちょんち感じやな。なあ。とりあえず一緒におっちょんち感じやな、あんたと。ぼっち同士があんた、一緒におっちょんねよ。
はい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 、ずっこけるよずっこけるよあんた。あれよあれよ、これ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 、何しよんのかい。落ちるよ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 、よいしょ、落ちるよ落ちるよ。はいよん、はいよん、そうですか。おー、さあ、よいしょ、さあ、さあ、何ですか、さあ、何ですか。もうちょっとそこどいてもらわんとちょっと邪魔になるな。そこどいてもらわんと、こっちこっちに行こうか。こっちに来た方が、こっちに来た方が逆光にならんけんな。わかるか、わかるか、これ、え、意味わかる、わかる、意味わかるなあ。そうかい、知らんかった。そうかい。ああ、はい、始まりました。いつものパターンが始まりました。よいしょ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 、ゴロ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 、はい、今年はこれでぼっち猫は終わりかな。さあ来年はもう外に遊び行くようになるけん、毎日毎日がどうなるかわからんのな。そんなもんよ、いくちょんちゃ、そんなもんよ。明日はどうなるかわからんけんな。今は生きちょかんたりんよ。もうお前なんかいいよな、もうな、当たっちょっても今は生きちょんけんの。じゃろ、高骨状態になっちゃう。はい、それではまた来年もよろしくお願いします。はい。